三つのピアノ競争曲 K107 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した、ピアノ競争曲。第一番から第四番までのピアノ競争曲同様、他社の作品の編曲である。少年時代に影響を受けたヨハン・クリスティアン・バッフの、六つの、クラビー・アソナタ作品5から3曲を選んで編曲した、ものである。自筆譜の現代は、アマデオ・ボルフガンゴモーツァルト氏により、 競争曲に編曲された、ジョバンニワック氏の三つのソナタトレソナタデル SGR、ジョバンニワッハリドッテインコンチェルティダル SGR、アマデオアーフゲンゴモーツァルト。本曲は、未出版のまま作曲者の死後に発見され、ケッヘル番号初版で、K107 の番号が与えられた。そして、ブライトコプフーンとヘルテル監修の旧、モーツァルト全集で初めて出版されたが、 他の27曲とはは違っって番号は付けられなかったその後、アルフレート・アインシュタインにより1765年にロンドンハーグに滞在中に作曲したと推測され、ケッヘル番号第3版で計21ビットの番号が与えられた。しかし、自質譜の研究から1770年から1772年までの間にザルツブルクで作曲されたことが判明し、 ケッヘル番号も当初のものに戻された。本作品を作曲した後、モーツァルトは1773年に初のオリジナル作であるピアノ競争曲第5番に蝶々計175を書くこととなる。その後、旧モーツァルト全集で番号が付けられた第1番から第4番までが本作と同様に他社の作品の編曲と判明したが、 現在でも本作品の投資番号付けは行われておらず演奏の機会も少ない。独奏ピアノ、バイオリンに、バスと第1番から第4番と比べても簡素な編成となっている。モーツァルトは JC バッハのソナタを編曲するにあたって競争ソナタ形式に合わせるために、ソナタ形式の楽章の主題提示部を一部転調して二度繰り返し、 伴奏を加えた他はほとんど原曲のまま用いている。そなた集の第2曲が原曲。第1、第2楽章に自作のカデンが付けられている。演奏時間は約13分。そなた集の第3曲が原曲。演奏時間は約8分。そなた集の第4曲が原曲。演奏時間は約9分。ありがとうございます。